30คำกริยาภาษาญี่ปุ่นใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมตัวอย่างประโยคนะคะมิรุテレビを見る聞く ニュースを聞く会う友達に会う走る公園で走る座る椅子に座る歩く駅まで歩く立つまっすぐ立ってください押すボタンを押す開けるドアを開ける閉めるドアを閉める書く名前を書く貸すペンを貸してくれる？借りる。図書館で本を借りる。着る。服を着る。履く。靴下を履く脱ぐ服を脱ぐかぶる帽子をかぶる買うスーパーで野菜を買う。話す。友達と話す。返す。お金を返す。切る。髪を切る出す手紙を出す聞くわからなかったら先生に聞いてください消す電気を消す。つける。エアコンをつける。出る。喫茶店を出る。見せる。写真を見せてください。忘れる。財布を忘れた。泊まる。ホテルに泊まる。持つ。
คาบังโอมุตสึใครที่ชื่นชอบคลิปภาษาญี่ปุ่นดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องมี่จะแปนแล้วเราจะมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นสร้างพลังบวกไปด้วยกันพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ